ホテルパシフィック東京は、京浜急行電鉄が所有し、グループ会社のホテル京急が、かつて運営していた、大規模、シティホテル。京急、油壺マリンパークと、同様、京急の創立70周年記念事業として、計画された。2010年9月30日で営業を終え、改装工事に入り、 新たに別のグループ会社が運営する宿泊特化型ホテル KQEX インや外部企業による結婚式場、レストラン、ショップ等のテナントを入居させ、翌年4月29日、暫定の複合商業施設品川ジオ OS として再オープンしたが、再開発に着手するため2021年3月31日をもって閉館した。 1950年代半ばから、京急では、本社のあった品川地区一帯の総合開発を計画し、再三にわたり、駅前国有地の払い下げを申請していた。この国有地は、区内庁が管理し、終戦後の混乱期に総理大臣を務めた、東国宮俊彦邸として使われ、三宅に仕えた、職員用の感謝もあった。しかし、 感謝には退職後の人々も住み続け、宮内庁の所管としては適切でなくなっているため、この敷地を休廷用地とし、別の用途にしようという動きが起こった。これを受け、京急では跡地に野球場と修学旅行会館の建設プランを立て宮内庁や大倉省管財課に働きかけた。だが、話が進展を見せかけた矢先、地元の 野球場建設反対運動が起こり、計画は白紙に戻った。その後、1956年頃になると、隣接する他の宮手跡地を取得していた、西武鉄道などがその敷地の取得に名乗りを上げたため、京急も取得に乗り出した。右予曲折を経て、1968年2月、京急に土地の払い下げが決定するが、用途は公共的なものでなければならない。 という指定や東京都からはできるだけ緑地を留保して欲しいという要望が出された。京急としても払い下げ価格が高額だったため、その用地費に見合うだけの事業を検討した結果、品川地区の開発に役立ち、国際観光振興にも貢献する事業として、ホテル事業への参入を決定した。2年5ヶ月の後期をかけて、東海道線、横須賀線、山手線、 京浜東北線、京急本線など多くの路線が集まる品川駅、高輪口向かいの第一京浜沿い完成したホテルは、ジャンボジェット機の羽田空港への就航2年後に控え、太平洋時代を迎えようとしている、観光市場環境とパシフィックという言葉が、本来の意味の平和を願って、ホテルパシフィック東京と名付けられ、1971年7月27日、開業した。 他の電鉄系鉄道事業者が自前のホテルチェーンをシンボルとして運営し、ホテルと鉄道事業のシナジー効果、メリットを享受する中、長年ホテル事業に進出していなかった京急グループにとっては悲願のホテル業界進出第一号となった。コンセプトは日本を感じさせるもの。敷地内には緑地が多く確保され、特に建物西側には、 滝や池を備えた日本庭園があり、春には野生のカルガモが産卵、子育てをしていた。外壁には有田焼のカーテンウォールが採用され、晴れた日には有田焼の巨大な壁が真珠色の落ち着いた輝きを見せていた。客室数は954、宴会場は18、レストランバーは10を備えた。ホテルの運営は新たに設立された。 ホテルパシフィック東京が京急との委託契約に基づいていった。1979年から2008年5月までは、エールフランス航空の系列会社であったルメリディアンと提携していたため、エールフランス航空のクルーの乗宿となっており、フランス人をはじめとするヨーロッパ系の利用客も多く、エリック・クラプトンなど海外の著名人も宿泊した。 品川駅から徒歩3分の高立地も手伝い、出張で東京に来るビジネス客には人気があり、最盛期の90年前後には客室稼働率は80%超を維持していた。しかし、当施設を囲むように立地するプリンスホテルの高輪地区に加え、2003年頃から都内では外資系高級ホテルの参入が続き、競争が激化。2009年には、 稼働率も70%台に落ち込んだ。加えて、施設の老朽化も進み、大型改装する場合数百億円規模となる、計算で、建て替えと同等の費用がかかることが分かった。そうした、経営環境を踏まえ、2009年3月、京急は、品川駅前では大規模な再開発を控えることから、ホテルを閉館し再開発までは、オフィスビルとして、 建物を活用する方針を発表し、2010年9月末日をもってホテルを閉館した。京急のプレスリリースでは、閉館後は建物は現存のまま会議室や貸しオフィスといったオフィスビル用途に改装、転換する見通しが記述されていたが、2010年2月に宿泊を中心としたビジネス客向けのホテルに一部改装し、2011年春頃に、 再オープンすると発表して、今後の予定を変更した。改装中は、ホテル客室の照明を電光掲示板に見立て、世界へ羽田やメリークリスマスといった宣伝が行われた時期があった。建物は改装後、従来のホテル京急への一棟貸しによる運営では、なく、フロアや業種ごとに運営会社を細分化した上で、誘致し、家主の京急が賃貸して、賃料を得る。 テナントビル形態を取った。これによりテナントごとに独立採算性が図られ、飲食店舗や大規模な市会議室、宴会施設、物販店舗などを入居させ、休客室フロアは簡易的な改装の上、KQEX インが運営する、KQEX イン、品川駅前として開業した。KQ とトヨタ自動車が再開発に着手するため、 2021年3月31日をもって、施設は全館閉館となった。解体後は大規模複合施設を建設し、ホテルやオフィス、商業施設や国際会議場などを誘致する予定で、プロジェクト予算は1000億円を超える。閉館時点。ありがとうございます。